はい、こんにちは fx ッー,ート com 佐々木徹です本日は2014年5月の30日3時50分こちらの動画の方を作成をしておりますユーロドルがですね、まあ、結構プライスアクションがはっきりとしてきましたのでそれをですね、まあ、フィボナッチと移動平均線を使って分析してみるとどうなるのかなというようなことを今日やってみたいと思います なこの動画につきましてはあくまでも教育を目的としております、えー。年の最終的なご判断につきましては、ご両親様ご自身でお願いをいたします。はい、えー、ということでですね、本日5月30日、えー、5月の最終日ですけれども、えー、ユーロドルのチャートの方を見ています。えー、まず、ウィークリーのチャートなんですけれども、こんな感じで見えますでしょうか。はい、ここのメジャーな、えー、トレンド、メジャーなですね、 相場のリトレースメントのフィボナッチというのをこちらの方で引いています。で、こちらの相場の方でリトレースメントが入った後に61.8%でプライスアクションができま出ました。50%でリトレースメントが入っています。38.2%で頭打ちに1度、2度、3度、4度なりましたということですね。で、結構強烈なのがですね、 ここのローソクですね、見ていただいたら分かるかと思います。38.2%のゾーンでですね、まあ、ずっとレジスタンスを受けてたんですけれども、えー、ここで一度ブレイクをしたけれども、戻されてで、2度目ブレイクをしましたと、3度目ブレイクしました。で、3度目も常にハイヤーハイをつけてきているということですね、新しいハイをつけてきているということで、相場の方は、 ハイヤハイをブレイクをした38.2%もブレイクしたということで強気になるかと思いきやですねここがいわゆるフォールスブレイクアウトで終わってしまった相場になったということですねフォールスブレイクアウトについては詳しくはですねプライスアクション3大法則のユデミの動画の方で説明をしておりますのでそちらの方をまた参照していただければと思いますけれどもなんせですねここでフォールスブレイクアウトが入りましたと で入った後に今、どういったプライサクションが起こっているかというと、ここで見ているのが、これが21の移動平均線なんですけれども、移動平均線を割ってきました。で割って、えー、実体ベースで1本、2本、3本、移動平均線の下にいるという状態ですね。でまだロンドンが始まって、数時間しか経ってないので、ですね今日金曜日で月末なので、もしもですね値動きが激しくなって、 でこのろうそくが仮にです、ねまあ、21の EMA を超えてくるというようなことになって終わってくればです、ね、また翌週6月の頭からまたです、ね、例えばこういった移動平均線の跳ね返りを狙って次の範囲を狙いに行くという相場になる可能性があるわけですけれども、まあ、もしです、ね、この赤色が変わらずに終わってしまったという前提で一応話をしておきます。 で当然です、ね、これ21の EMA をウィークリーのチャートで切ってきましたので当面、相場の方の相場参加者のおまくは下に行くだろうというふうにトレーダー目線としては見ているわけですねで次のメジャーなターゲットとしてはこの 50%1.34909 というのが直前のローと絡んできていますので、まあ、そこのスペースを狙いに行くというような考え方になるわけです。 で持ってデイリーのチャートの方に降りていってやるとですね、まあ、結構これが面白いんですけれども今どういうことになっているかというとこのピンク色がこれが200の移動平均線ですね200の移動平均線なんですけれども、えー、ちょうどですね、はいえー、この相場のリトレースメントのフィボナッチを引いてやったのがここですね1本、2本、3本、4本、5本ここに表示されてますけれども で今、相場の方が落ちてきました、フォールスブレイクのあと落ちてきたんですけれども、今、じゃあ、どこにいるかというと、ですねここの23.6%、フィボナッチの一番奥の部分ですね、の方に差し掛かってきているということが一つ、なおかつ、ですねこの200の移動平均線の方に引っかかってきていますので、材料としては、ですねこのあたりに抵抗体があるというふうに トレーダーとしては捉えているわけですね。とはいえ、下に向いている相場ですから、じゃあ、どこかの戻りを拾って、下にショートを狙おうというふうに考えた場合に、じゃあ、どの辺のところでショートをしようというふうにトレーダーたちが考えているかということでですね、引いたのがこっちのフィボナッチのゾーンリトレースメントになります。フィボナッチのリトレースメントで1つ、2つ、3つ、 4つということでリトレースメントのゾーンが出てますけれどもそうしてやるとですね、まあ、見えてくる材料としては次のですねメジャーなショートのターゲットというのがここになるわけですけれどもここというのはです、ねまあ、き綺麗に合致をしてましてです、ね、直前のローであると同時にフィボナッチのリトレースメントエクステンションの方ですねの127.2%のターゲットにもなっているということで まあこの辺りでリグイが一旦入るということは間違いがないだろうということが見て取れるわけですね。ということは、じゃあトレーダーとしてはここのスペースを狙いに行きたいわけなんですけれども、まあじゃあどの辺がショートに入ってくるトレーダーさんたちがですね、まあ、増えてくるのかという点ですね。それでいくと、ちょっと見にくいのでこっちを一旦消しますけれども。はい。で、これでリトレースメントを引いてやったところでいくとですね、 まあ第一のリトレースメントが76.4ですから1.36819のポイントになるということですね。で、これは直前のですね、ここのローとも絡んできているポイントであるということです。で、次が61.8%なんですけれども、ここはですね、あまりローソクのメジャーの動きがないということなので、まあ、次に考えられるとすればですね、ここの1.37895というポイントですね。で、ここというのは、 直前のですね相場の中でプライスアクションが活発に起こってきた点だということが言えますので、第2の戻りのポイントとしてはこの辺があるということになります。ただ、まあですね、この冷やしの21の EMA というのがこういうふうに今伸びてきてますので、トレーダー目線で見ればですね、第1のターゲットにぶつかる頃にこう21の EMA が落ちてきているので、その材料で持って売りに来るというトレーダーの方が、 増えてくる可能性が多いのかなと。ただ、相場が強含みで進んでくれば、ここを1回ブレイクして、この,の61.8%もブレイクをして、今度はこの50のところを狙いに行くということですね。で、50をヒットして、今度はまた下げていくというような動きが考えられるというようなことをですね、分析することができるわけですね。はい、まあ、そういった感じでですね、フィボナッチだけ、 使って分析をしてやってもですね結構そういったことが分かると、まあ、あと EMA がちょっと入ってますけれどもえ、フィボナッチと EMA を使ってやるだけでも、かなりですね相場の分析の方をプライサクションの面からしてやることができるというようなことがお分かりをいただけると思います。はいいででまたたすねそののさっき説明ししようなフォールスブレイーカードに関していくと FX 為替チャートの えー、教材の一番新しいやつプライサクション三大法則という動画、えー、こちらの方は今、ユーデミーでストリーミングで配信をしてますけれども、まあ、ダウンロードしなくていいので、どこでも見れるということですね。はい、FX プライサクション三大法則、えー、購入はこちらから、このリンクをクリックしていただくと、ですね29ドルの方でで、すねまだ継続を、先ほど継続の延長をいたしました。ちょっと50ドルにまた戻っちゃったんですけれども、 今のところ、好評をいただいてますので,です、ね、29ドルでの販売というのを継続をする設定を先ほど終わりましたので、これを押していただいたらです、ね、29ドルの購入画面の方に移ることができます。またですね、あのご興味のある方は、ぜひこちらの方も見てやっていただければ良いのではないだろうかというふうに思っています。 はい、ということで、本日も5月も終わりですけれども、えー、週末ですね、体を休められて、また来週からのトレードの方、フレッシュな考えでですね、臨んでいただければ良いのではないかなというふうに思っております。ありがとうございました。